はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。もうすぐ5時ですね。8月は24日の土曜日でございまして、千代田区は31度ですね。この部屋は31度ですね。はい、暑いわ、ほんまに。行きましょうですね。ロシアへのですね、ウクライナの攻撃がいろいろ波紋を呼んでるんですけどもですね、これがですね、まあ、ロシア側にとってはですね、自分たちがウクライナ軍に攻撃される、まあ、そのウクライナ軍といってもね、どう言いましょうね、ウクライナとロシアの差ってね、もう僕らから見ててもですね、スペインとポルトガルの差とかそんな感じがするんですよね。言葉もお互いによく似てますしですね、ウクライナ国境沿いに住んでるような人というのはウクライナ語も大体喋るんですって。まあ言ってみれば方言みたいなもんでしょう。ちょっとちゃいますけどね、ですね。そうすると外国という感じはしませんよね。これがドイツやポーランドなら明らか外国なんですけどもですね、ドイツなんか全くこう民族系とまで違いますから、第二次世界大戦の時はもう外国軍に攻められてるという感じがしたでしょうけども、今回ウクライナ軍に入ってこられてですね、外国軍にこう来られたという感じはしてないにしても、まあ、一応外国は外国なわけですね。でそこにですね入ってこられて、一部の民間人はですねウクライナ軍の下でですね、暮らしをですね生計を立てるということになるわけでして、まあちょっとこうあれですね、困った感じはしますね。でプーチンがですね一番恐れているのはですね、ロシア国民の心がですね自分から離れるということなんですね。でですね、政権に対する不満をと抱くということだと。でそれはとりも直さず政権崩壊へのですね、こう大きなですね一歩になるというふうにプーチンは多分考えていると思います。なぜプーチンがそう考えるかというとですね、プーチンは71歳かなですけどもですね、彼はですね、今から何年前ですか、33年前、つまり自分が30代の後半の時にですね、ソビエトの崩壊を経験しているんですよ。ソビエトの崩壊はなぜ起こったかというとですね、人々の心がですね、ソビエト共産党の支配をですね、こう何て言いますかね、拒否したわけですね。もうあかん共産党なんかというふうにしてですね、でソ連が滅んだというところをですね、まあ、彼自身は当時の東ドイツにいてですね、自分で車を運転して故郷のレニングラードまで帰っていったというふうに言われていますけどもですね、その、ね、長い旅の中でもですね、ソ連が崩壊していくのをですね、感じたんでしょうね。だから民衆の心が離れるとですね、政権を崩壊するということが彼の経験値の中にあるんだと思います。で、彼はですね、なんとか民衆の心をつなぎ止めようとしているわけです。で、現場、前線ではですね、ロシアの兵隊がもう圧倒的マンパワーが不足しているわけですね。人が足らないと。そういう時にロシア軍はですね、動員をかけないんですね。動員というのは強制的に兵隊を集めることです。今日まで民間の仕事をしていたのに、はいお前兵隊、明日から兵隊になるわけですね。でそれで家族を奪われる人たちの心が当然離れていくでしょう。でその戦争をやってるのでもね、例えばですね、85年ぐらい前のある日ドイツ軍が攻めてきたっていうんであればですね、世間って家族を守るためにですね、兵隊にこう行くというのはこれはやむないことです。祖国防衛です。でも今回ちゃうでしょう。ロシアにとっては人の国であるウクライナを取りに行ってですね、それで苦戦して兵隊足らへんから、お前兵隊明日から兵隊になれって言われて嫌でしょ。だからロシアではですね、国内ではいっぱい宣伝をしてるわけですよ。ウクライナはナチの国なんだと、そのナチの国から身を守るために、そのナチの国の中に防衛線を築いてロシア人を保護するために戦争をしてるんだよということをですね、言うてるんですけども、ほんないくら言うたところでね、もう2年半もやってるわけですよ。
でロシアにも一応報道機関があるんですよ。こういうことに関する報道の自由はないんですけど、ないんですけど、さすがに知ってますよ、ロシア人だって。そんな今回の戦争がどうもやばそうやということはですね、ロシア人も感づいているはずなんですね。だからですね、きっとこの戦争に大義はないと思っているのに、その大義のない戦争にですね、自分の息子や旦那や恋人が駆り出されてですね、でもしかして命を落とすかもわからんし、片足を失うかもわからん、片目を失うかもしれない、そういうこう目に遭うわけですよね。嫌でしょ、嫌でしょ、誰が悪いの、プーチンやん、プーチンと、そういうことになるわけですね。どうでしょうかね、このウクライナの影響でね、ある程度ですね、このまだ10日ですか、2週間ですか、ロシア人にもですね、その敵国が攻め込んできた感ってないと思うんですよ。まだ占領されたのもほんの狭い地域ですからね。でも今後軸とですね、ロシア人の遠征気分も広まっていくんじゃないかなという気がしますね。産経新聞、昨日19時38分ですね、ロシア国民越境攻撃で心境に変化も…広範な政権批判にならず、ウクライナ侵略2年半ということで、ちょっとだけ読みますね。24日で開始から2年半を迎えるロシアのウクライナ侵略は、ウクライナ軍が6日にロ西部クルスク州への越境攻撃に着手したことで新たな局面に入った。ロ領土が侵攻された事実は、戦争に対するロ国民の心境に一定の変化を与えている模様だ。ただ現時点ではロシア社会ですね、プーチン政権への批判や反戦機運が決定的に高まる兆候は見えていないと。もちろんプーチンはですね、そういう兆候をですね、見つけたらすぐにですね、抑え込もうとするはずです。なぜそれが一番プーチンの弱点なんですよ。ロシア国内のですね、動き、市民の空気ということですね。で、自分はやましいことをしているんですよ。ウクライナの領土を横取りしに行くというですね、やましいことをしているだけにですね、そういう変なですね、空気ができたらですね、自分の政権はですね、倒れてしまうと。自分の政権が倒れたら、もちろんプーチンの身柄もですね、普通では済まないですね。でプーチンは割とあの人ものすごく家族を大事にするんですよ。綺麗な美しい娘さんが2人いて、この前どっかに現れてましたね。でまたですね、今の奥さんもいればですね、今の奥さんとの間に子供もいるということでですね、そういう、日本ではね、家族まで罪を負うということはないんですけども、でもロシアですからね、罪は負わなくても財産は取り上げられたりする可能性は十分にありますね。で彼はそれを恐れているんで、もうプーチンに対する批判はですね、絶対許さないと、そういう雰囲気になっています。ただですね、今回ウクライナの侵攻がひょっとしたらですね、ターニングポイントになるかもしれないな、なんて私は思っています。この産経新聞のアドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。